マキタから世界最軽量クラスのハンマドレルが新登場しました。ちょっと紹介していきますね。今回上田金物のチャンネルでご紹介するのはこちら、マキタ18名の軽量式ハンマドリル HR183ARGX です。ワンハンドサイズで振り回し抜群のハンマドリルが登場しました。軽量でコンパクトです。囚人システム非装着時で約 2.2kg、 囚人システム装着時でも約 3.2kg と世界最軽量となっています。高速穴開け方法です。従来の 18V と比較して穴開けスピードが約 65% アップしました。圧倒的な低振動を実現しました。防振グリップと防振ハンドル搭載で連続穴開け作業時のユーザーの負荷を軽減します。振動三軸構成値は 7.4m です。囚人システム DX16 を搭載しています。ワンタッチで手が可能な囚人システムが付属しています。囚人システムを外すと通常のハンマドリルとして使用できます。囚人システムはヘパフィルターを使用しており、補修率は 99.97% 以上となっております。フィルターのクリーニングも簡単にできます。ダイヤルを回すとフィルターからチリが落ち、囚人性能も維持できます。1充電あたりの作業量はモルタク圧縮強度40N で計 3.4mm、 深さ 60mm で約200本、コンクリート圧縮強度 40N計 10.5mm、60mm で約135本です。マキタ 18mm 充電式ハンマドリル HR183ARGX をご紹介しました。ぜひよろしくお願いいたします。商品が気になる方は概要欄のリンクから商品ページをご覧ください。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。上田金物